どうもこんにちは、パックンチャンネルでーす。はい、今日はちょっとね、飲みに行って帰ってきてからまだちょっと飲み足りなかったんで、まあお酒でも飲みながらね、今後の YouTube の展望についてこれからどうしていくとかをちょっと喋っていきたいと思います。ということで今日はね、このこれさまでいつ買おうかな、これ、焼酎のソーダ割りとつまみですね。これがこっちさまでにしようかな。おつまみは見えるかな、七味にポン酢をかけました。これをおつまみに飲んでいきながら喋っていきたいと思います。じゃあ皆様ね、一緒に手を合わせていただいてですね、手を合わせてください。いただきます。はい、皆様の声も聞こえました。で、乾杯の温度もしたら方がいいかな。乾杯の温度が先か、いただきますよね。まあちょっと順番ちょっとわかんないんですけど、じゃあね、乾杯の温度の方を取らせていただきたいと思います。乾杯。僕がね、乾杯と言ったらね、皆様盛り上がって乾杯って大きい声で言ってくださいね。盛り上げていきますよ。いきます。乾杯。はい、うまいっすね。まあまあそんなに大した動画ではないんですけど、これは喋りながら飲むだけなんでね。で、もう短く終わろうと思います。ちょっとやっぱ撮りながらだとね、自分思うように飲めないと言いますか、この後今まあ2時前なんですけど、まあ深夜2時15分からね、僕の推しがニット帽だった件の第2期の1話が放送されるんで、ちょっと僕それ見ないといけないんで、1期がね、結構面白かったんですよね。もうまさかそこで終わるかっていう。あのニット帽が、被られるか被られ、ああ、これあんま、ね、言ったらネタバレになりますけど、ニット帽がっていうところで終わって、で、その第2期が制作されるってなって、まあ、本当に、一ヶ月前ぐらいにその第二期の予告映像が YouTube の方でね、公開されたんですけど、そのニット帽がね、いや、これ言っていいんかな、色変わってたりしてね、結構だからね、今日の1話楽しみなんで、第二期の。これ見逃せないぞってことで、これが始まる前にはね、終わりたいんですけど。ピーポーインサイド。で、まあ、この先、YouTube をどうしていくかっていうことなんですけど、まあ、その、ガーシーさんの動画が僕の YouTube の中で一番伸びてるので、やっぱりそういう世間の趣向に合った YouTube がね、まあ、リアルタイムで話題になってるものとかが、バズるぞ、ということで、やっぱりそういうのをどんどん上げていきたいんですよね。だから、そうですね、今で言うと、まあ、スポーツで言うと、ベリーバジーさんがね、結構、うん、まあ、その、南エストアニアのベジバリさんがね、結構もう、すごい記録打ち立ててね。2試合連続、ハットトリックポイントみたいな。ハットトリックポイントって言うのが、ハットトリックポイント。ちょっとスポーツがね、サッカーとバスケみたいな、混ざった感じなんで、あれ。ハットトリックって言うんか、ハットトリックポイントって言うんかがちょっと曖昧なんですけど、スリーポイントって言うんか。
それを2試合連続成し遂げて、ね、今すごい話題になってるんで、まあそのね話題にも触れていきたいですし、であとまあね、その俳優の方ではちょっと最近ね、まあ、嫌な問題ですけどもね、その逮捕されたまあ君竹さん、まあ、君竹さんのね、その作品自体は結構好きやったんですけど、まあ、いかんせん君竹さんがやったことは許されるべきことではないんで、まあそれについての自分の見解とかも述べていきたいですし、で、あとはその、まあファーストテイクみたいな流行ってるじゃないですか。歌歌うやつね。で、そのファーストテイクも、やっぱり話題のアーティストさんに乗っかった方がいいと思うんで、だそれで言うと、そうですね。虹色ハイスクールラブさんの、ときめけ君にスタープラスとか、君に届けやっていけたら、やっていきたいっすね。バズんの確定なんで。やっぱりバズっていかないといけないんで。まあそういう動画をこれからは主にやっていきます。ピーポーインサイド。まあ今はね、ずっと一人でやってるんですけども、まあ前の動画見ていただいたらわかるんですけど、グループ YouTuber への憧れも非常にありまして、なので、新メンバーオーディションの方を、2022年の、7月8日に開催しました。開催しました。はい。まあ、その告知とかは一切してなかったんで、まあ、思うように人は集まらなかったんですけども、新メンバーオーディションの方を、開催しまして、で、まあ、その結果がね、ちょっと昨日やっと出て、で、その結果、僕がちょっと脱退して、新しいメンバーが入るということだったので、その新しいメンバーをね、今からもうここでお披露目しちゃおうかな。呼びたいと思います。うん。なので、新しいメンバーに来てもらいます。で、と同時にね、もう次からはそのメンバーがこの動画をやっていくんで、まあ、僕は脱退ということで、まあ短い期間だったんですけどね。ありがとうございました。じゃあね、新しいメンバー呼んでいきたいと思います。じゃあどうやって移動しようかな。なんか。はい、どうも。新メンバーです。ね、僕さんからさっき紹介させていただいたと思うんですけども、次の動画からね、新メンバーとして、YouTube 配信していく、ニット帽です。はい。まあ、ちょっと、その、アニメの第2期が始まるので、結構忙しいところもあるんですけど、まあ、アニメの宣伝もできれば、よりね、アニメとこの YouTube も両方盛り上がるんじゃないかということでね、まあオーディションにも応募させていただいて、この度やらせていただく運びになりました。まあ僕の方向性と しましては、世間には一切媚びないスタイルで、うん、視聴者さんが見たい動画を撮るというよりは僕が見たい動画を撮るという、でもうね、世間のリアルタイムのトレンドなんかには流されない。もう僕の意思を持った、僕が作りたい、僕が思い浮かんだ企画を撮っていくので、これからそういう動画を撮っていきたいと思います。なのでね、まあ、もしかしたらチャンネル自体は全然伸びないかもしれないんですけども、それが僕が今後やっていくね、YouTube の方針なので、まあ、ぜひ応援していただく方はね、応援していただければ嬉しいと思っておりますのでね、皆様またね、次回と言いますか、次回から応援の方よろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回から私新メンバーとしてお送りしていきますのでよろしくお願いいたします。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。